ヘタリアワールドウェブラジオ、ヘタリアザ・ビューティフルワールド。ラジオ皆さんラジオを聴く皆さん、ごきげんよう。アニメヘタリア日本役、高橋ひろきです。そしてラジオ皆さん、にめんはお。アニメヘタリア中国役、海田ゆきです。はい、こんにちは。こんにちは。いやー、久しぶりですね。この感じね。あ、ほっとした。今すごい緊張してたのに。あのね、こういう正統派な始まり方するラジオ、かなり久しぶりなんで。そうだよね。だからきちんと始まると思ってたら。そうそうそう。あ、だからもうきちんとしなくていいんだと思って、せーのどうぞって言われて、あ、いきなりちゃんとしなきゃいけないんだと思ったら、急に急にびっくりしました。でも、あの、せーのどうぞが、あの、うちのディレクター、はいはい、の場合は、せーの、はいよっていうのを、そうそう、その、久しぶりにしたね。その、はいよを今聞いた瞬間に、いろんなものがゾワッとなったんだよね。なったよね。私も、わ、ちょっと嬉しくなっちゃった。なっちゃいましたけどもね。はい、ということで、始まりました、アニメヘタリアのウェブラジオ、はい、ヘタリラですね。うん、まあ、新番組という体裁なんですけども、まあ、復活リニューアル大人気みたいな、そういう感じがね、まあ、でも新番組みたいな、うん、新番組という体裁でいこうかなというふうに思います。まあ、とにかくまたスタートいたしました。題してヘタリアザ・ビューティフルワールドですね。はい、はい、まあ、ヘタリアの世界をですね、楽しく愉快に面白く喋っていければということになって。そんなハードル上げるかな。いや、もう一回目だからね。保険、それとも。そう、保険。保険ね。一回目だからね。そう言っといてこれかよ、みたいな。どっちに転んでも大丈夫なよ、ね。あ、オッケーオッケー。すっごい楽しくね。ほんとですよ。びっくりするぐらい。びっくりする。あ、ヘタリアすげえ面白いのに、ヘタリアってもう、すげえな、これっていう。ヘタリアとヘタリアでね、こう、掛け合いして、もうしのぎを削るぐらいの、ね。どんどんお互い刺激し合って面白くしていくみたいな、ね。そういうことでいきたいと思いますが、ま、まあ、第一期っていうかね、あったんですけれども、その頃にね。第一期って、ひろきくん誰、どこの人とやりました？竹内くんってどこの人？竹内くんね。うん、あの、バルトでしょ？バルトだったと思う。バルトのね。とね。リトアニア？まあ、久しぶりなんでね。そうそうだね。リニューアルなんでね。うんうんうん、あと、今ね、すごい総ツッコミですよ、パソコンの前で。ありがとう、みんな。そうそうそう。そうそうそう。これね。うん、カエダさんは前誰と言ってました？私ね、タコットさん、この、あ、じゃあ、小野坂さん。あ、またすごい組み合わせだったんですね。すごい組み合わせってどういうことですか？前はね、あの、はい、ちょっと15分ぐらいということで短かったんですけども、今回もう少し伸ばしてもいいというお許しをいただいてますんで、はい、ね、盛大に喋っていこうかなというふうに思ってますけども、やだ、はい、やだ、上限作ってくんないと。そうね。うんうん、大丈夫、あの、データがシステムに収まりきるぐらいでやればいいって言われてるから、おおむね大体目安は分かってるんで大丈夫だと思います。はい、はいはい、でも前よりは長くなります。そうですね、はい。まあ、そんなこのウェブラジオ、リスナーの皆さんからの投稿で成り立っております。はい、ご覧いただいたアニメの感想とか、我々出演者へのメッセージでありますとか、あるいは海外旅行とか、海外生活とかの体験談、各国の豆知識、ことわざ、ジョークなどなど、ございましたらですね、ぜひ番組の方にご投稿願えればというふうに思っておりますので、ご協力よろしくお願いします。はい、はい、そして前よりなかったコーナーもちょっとね、前よりなかった、前になかった。ごめんなさい、前になかった。私なんで重箱の隅が気になるんだろう、ね、重箱の真ん中に入ってるのが何でもいいのに。ほんとごめんなさい、隅っこのご飯粒僕も好きですよ。ね、はいはい、気になるよね。一番端っこにちょっと残っちゃうしば漬けみたいなのも大好きです、ね、大好きね、大好き、ああいう美味しいですからね、うんうん、あ、なんかね、新コーナーもあるみたいな、うん、でもさ、そぼろとかがさ、一、うん、個だけ入っちゃったりするよね。あのご飯のね、あの式のちょっと式がほら取り外し式だったりとかすると、そう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 、なんか入っちゃうやつね。ひき肉がちょっと一つ入っちゃう。そう、そういうの好きなんだけど、そこの隙間から漏れ出てくる隣のおかずの汁とかは嫌いなんだよね。で、その重箱の隅のせいで今もう真ん中ぶれてるんですよ。真ん中に戻ります。はい、はい、はい、ヘタリラザ・ビューティフルワールドは、はい、各パーソナリティが交代でお届けするウェブラジオ番組です。今回日本編なんですね、うん、日本編です。私、高橋ひろきがメインパーソナリティとして発信いたします。ということで、そろそろ始めましょう。ヘタリアワールドウェブラジオ、ヘタリラザ・ビューティフルワールド日本編その1。今回のジョーク、ある時神様がフランス産、ロシア産、私の前に現れ、こう問いかけました。お金で幸せは買えると思いますか？フランス産は答えました。ワインとチーズがあれば幸せだ。ロシアさんは答えました。そもそもお金という概念自体信用できないな。
私は財布を出しながらこう答えました。領収書もらえますか。今回のジョークはラジオネームさおりさんからいただきました。世界のパソコンから、はい、こちらはいわゆる普通オタコーナーです。原作やアニメの感想、各パーソナリティへの質問、メッセージ、リクエストを紹介します。はい、まずはアニメヘタリア・ザ・ビューティフル・ワールドの感想などね。はい、そうですね、はい、配信しているですね、わけですから今現在多分、3話ぐらい、ぐらいですかね、ひょっとしたらという方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、はい、3話目ぐらいは皆さんご覧いただいている可能性がいただいてるかな、はい、はい、ありますけれどもですね、はい、いろいろですね感想いただいておりますんで、うん、紹介させていただきます。はい、まずはラジオネーム、うん、アーポンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヘタリアアニメ第5期心待ちにしていました。早速第1話見ましたが、期待通りとっても面白かったです。特にエンディングのイタリアさんのダンスがわらわらわら中身じゃねえんだまずエンディングなんだまあまあですから毎週ね、そうね、出てくるものですからね、毎回目に入るものですからね、うん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 、聞こえてくるものですからね、うん、はい、あのダンスの不思議な動きがめっちゃ可愛くて何回もエンディングループしてみちゃいました。これから毎週金曜日が楽しみですということですけどね。イタリア君踊ってましたね。踊ってましたね、うん、可愛かったですね。ワッキワキ踊ってましたね。ワッキワキあれ多分波川くんがイベントで踊ってくれると思いますよ。ひどい大丈夫、僕とドイツもちゃんとやりますから。そういうことですよね、はい、多分これっておいおい、うんうん、少なくとも歌に関してはみんなやらなきゃいけないでしょ。そのシステムまだ続いてるんですね。はいはい、はあ、あのそのような告知を見た覚えがあります。あ、もう告知されてるんだ、もう後に引けないじゃないですか、うん、そう、みんなに回ってくると思うの。そうなのね。ただまさか、でもその時絵は変わんないから。そうだよ、でも絵の通りだよ。だから実際にそのダンス、日本バージョン、うん、ドイツバージョン見たい人は、うん、きっといつかイベントとかの会がしまった、俺振り間違えた。そうでしょ。そうだね、自分に言ったみたいだけど絶対それ言ったら自分もだからね。そうね、うん、波川くんオンリーイベントの時にぜひオンリーイベントの時にゲスト行くよ。じゃあその波川くんオンリー、波川くんオンリーイベントってどういうこと。ヘタリア、ヘタリアの、ね、ヘタリアのやつね、うんうん、行ってゲストで、うん、その曲、うん、じゃあ歌のコーナーでーすなんつってイントロかかったらスッと出てって、うん、あのなんかちょっと歩いてるだけのやつ二人で二人でやって、うん、歩いて帰る、うん、あ、そういう何その保険のかけ方、うん、あ、これか言ってたやつっていう、そのくらいはやる。ここはやっぱりあの、うん、アーポンさんの不思議な動きっていうのを体験してほしいですよね。不思議な動き、うん、ルンバじゃなくて。ルンバ。あ、ロンド。ロンド。ロンドでございます。ロンド。ロンド。ロンドなんじゃないの？あ、そういうやつなんだ。え、ロンドって俺もう少し優雅なやつを想像してたんだけど。私も。結構クイックでしたね。ロンドっていうジャンルがまずよくわからない。俺もわかる。リンブ曲。あ、それはワルツ。そう。いや、リンブ曲。ワルツは何？え？ワルツは演舞曲。おお、じゃない？演舞曲だ。うん。じゃあ、臨武局って何？私たち何にも調べずに話しています。あの、もしよかったら、あの、その回答をですね、あの、ね、波川くんパーソナリティの回にメール送ってあげてください。うん、そうですね。お願いします。はい、あ、正しいロンドのステップとかね。あ、いいね。いいあの、振り付けを、うん、振り付けビデオとか送ってあげてください。ね、ここはこうするんですよっていうやつ、ね。そしたらきっと、波川さんがやってくれます。あ、今、作家さんが、ロンド形式。ロンドを調べてくれましたけども。黙った。読んじゃった、二人で。読んじゃった、ね。何度も繰り返される楽曲の形式。ああ。あ、だからやっぱり臨舞曲、あ、臨。臨舞曲だ。臨舞曲だね。うん、あ、臨舞の臨はそういうことなんだ。そうだよ。繰り返し。どんな臨だと思って臨舞曲って言ったの、今。うん、何のイメージも持たずに、臨舞曲だったなって思ったの。うん、すごいね。すごいよね。はい。他にも感想いただいてるんでね、紹介したいと思います。はいはい、ラジオネームさやかさん、ありがとう、うん。ありがとうございます。今回のパーソナリティさん、こんにちは。こんにちは。どうも、高橋です。キャリアです。アニメ5期第1話楽しかったです。たところで、はい、タンポポのコーヒーってどんな味なんだろうって気になってネットでいろいろ調べてみたのですが、はいはいはい、タンポポコーヒーには本物のコーヒーをしのぐ美味しさがあるとの商品説明がありました。だってそれは売ってる方、売ってる方の商品説明ですからね。おっしゃってることですよね、うんうん、コーヒーには及びませんとは書かないですよね。そうです、あくまでね、うん、個人の感想です、うん、恥ずかしながら私はヘタリアで初めてタンポポコーヒーというものを知ったのですが、うん、実は僕もなんですけどね、私もです、うんうん、そんな美味しいものなら喫茶店とかで出されていても良さそうなのに、パーソナリティさんは飲んだことありますか。ないんですよ、ね、でもなんかちょっと調べてもらったら、うん、結構商品化もされていて、インスタントタンポポコーヒーとかも、インスタントタンポポコーヒーがあるんですね、うん、あと、うん、やっぱほら、
妊婦さんとかカフェイン取れない人いるじゃないですか。はいはい、ノンカフェインタンポポコーヒーはノンカフェインなんでしょうかね。だって言ってみればハーブティーでしょ。ティーだね。ハーブコーヒーだけど、うん、ハーブ飲料でしょ。そういうことですよ。だから多分葉っぱだもんね。カフェインフリーで、あのいいと思いますよ。そうですよ、ね。ちょっと飲んでみたいね。飲んでみたい。本当にコーヒーなのかどうかってね。うん、あとさ、そのコーヒーじゃないものでなんとかコーヒーっぽいものを作ろうとしてできた。わけじゃん。そうそうそう。そのタンポポ代替品、代替品を作ろうと思って、うん、第1話を見ていただくと、ドイツで代用コーヒーとして広く飲まれた歴史を持っている。なるほど、ね。私さ、大学の時にさ、うん、あの友達がコーヒーの苦手な友達がいてね。はいはい。で、その友達があの日本の麦茶を、うん、あのちょっと冷蔵庫に冷やしたりとかしてたのを、はははは、あのこれ何とかつって麦茶って言うんだよとかって、うん、ロースト麦だよなんて。ロースト麦。なんて言ったら、ね、ロストこれはアイスコーヒーだって言い張るの。ほー、あ、だから近いかもね。香ばしい感じとか、うん、あの、まあ、コーヒーほど濃くはないけど、うん、アメリカンコーヒーとかと、すごく近く感じたらしいの。うんうん、へー。だからまあね。あ、近いかも。うん、そういえば、麦茶ってそうだなっていうふうに思いますわ。うん、アメリカ形式な、なんかステーキハウスとか行って、はい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 、じゃあ最後コーヒーつきますって、うん、あの、コーヒー出てくるんですけど、マグカップでコーヒー出てきて、うん、水面からそこが見えるんですよ。うん、そのコーヒー麦茶っぽかったのね。色的にも麦茶っぽいし、飲んでも、うん、あの麦の風味の足りない麦茶みたいな味がして、アメリカンコーヒー、そう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 、アメリカンコーヒーって、あるじゃないですか、うん、世の中喫茶店とかに、はいはいはい。でもそこは見えないじゃん。あの、多分そこはアメリカンコーヒーをさらに薄めである気がするよね。若干ね。だからね、そういうものなのかなっていう、うん、なんか、ステーキハウスってちょっとカントリー風じゃないですか。はい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 、か昔のアメリカンっていうとそういうことなのかなみたいな。いや、だからもしかしたらコーヒーを大事にして、薄めに入れてたのかもしれないよね。うん、ああ、そう、そういうことかもな。わかんないけどね。ごめんなさいね、うん、これ何の信憑性もない勝手な話ですよ。いや、その時は、あ、麦茶っぽいって思ったんですよ。うん、じゃあ、やっぱあるんだ。あるんですな。うん、だから、タンポポコーヒーとかも、うん、きっとなんかそういう、うん、コーヒーじゃないけど、コーヒーっぽくて、うんうん、なんか、なんでしょうね。気がする。でも、写真で見たら、うん、あの、そこが見えそうな濃さではなかったから、多分麦茶よりもコーヒー寄りだと思いますよ。そうだね。だって、ドイツのコーヒーって濃いもん。ああ、そうなんですか。どっちかっていうと。ドイツ行ったことある？ない。ない。なんで今詰まったんだろう。なんで今ちょっぴり悔しかったんだろう。いや、ドイツのコーヒーってドイツで飲んだのかな、でもね、なんかね、すごい、子供の頃から親の仲のいい人で、うん、ドイツ人の方がいらっしゃって、はい、その方がドイツレストランをやってたんですよ。ドイツレストラン。銀座で。ちょっと紹介して、そこ行ってみたい。あ、そう、うん、今度行こう。行こう。じゃあ、うん。はい。なんだっけ。なんだっけ、タンポポコーヒー飲んでみたいねって話でした。飲んでねって話ですね。うん、飲んだ人教えてください。はい、ね、日本さんとね、高橋さんにもね、たくさんメールが届いているので、あ、そうですか。うん、ちょっと読みますね。はい。ラジオネームネギモグラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は日本さんが大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで私が高橋さんの声が日本さんのどこか謎めいた感じにぴったりです。謎めいてるでしょ。そして何より日本さんの困った時の声が大好きです。はぁ、それなのみたいな感じです。そっか。ぜひ、高橋さんにも困ってほしいです。どういうことですか。なので、僕、今日もすでにオープニングで一回困ってますからね。そう、そんなに困ってなかったじゃん。そんなことない。なので、ちょっとひろきくんが困るようなメールをね。なんだと？他にもいっぱい拾ってみました。なんだと？じゃあね、ラジオネーム7さん。7さん。私は、日本と高橋さんが大好きです。ね、そういう困る。以上。嘘。嘘でしょ？本当ちょっと困るでしょ？困るね。それ別の意味で困るよね。今なんか僕を、うん、僕を褒めて、うん、褒める系のやつばっかり選んで、そんな褒めないでやん困っちゃうってことかと思ったら、うん、以上。ラジオパーソナリティ的に困るメールだよね。困るね。どう膨らませて、どうしたらいいの？どういうっていう。でもありがとうね。あれ、うん、嬉しいよ。嬉しいね。嬉しいよ、うん。ちょっと照れちゃうけどね。照れちゃうね。あ、じゃあね、うん、そういうの他にもあるよ。あ、じゃあね、ひろきくんの日本さんのこのセリフが好きですとかっていう人が、たくさんいらっしゃるんで、はあ、ああそう。じゃあそれを言ってもらっちゃう。言ってもどうかしら。ね、本意気で、本意気で。勝手にコーナー作んないでくれる？コーナーじゃないですよ。言ってほしいセリフ言うと。そうと、のどかんさんのリクエストですよ。また千年紡ぎましょうねにズッキュンだそうです。あ、ジパングの方だな、それな。お願いします。おお、また千年紡ぎましょうね。はい、続いてですね。何その鼻息。
素敵だなと思って。ありがとうございます。うん、今、ラジオの前、ラジオじゃなかった。PC の前の方は喜んでくださっていて、若干、たかしくんじゃないや。じゃあ、ね、本当にね、本当に困ってます。ひろきくん。おい長い付き合いだろ。たかしとひろきが今混ざってて、はいはい、若干ひろきが、嫌な感、もうめんどくさいなって顔してるので、両方みんな楽しめてますよ。本当に今困ってますね。本当？三笠さんからもいただいてますよ。三笠さん。そなたのためにもだ。これまたジパングですね。そっか。はい。じゃあ、そなたのためにもだって言ってください。そなたのためにもだ。なんで私の目を見るんですか？だって他に言う相手がいないじゃないですか。あなたに言うしかないじゃないですか。言うじゃないですか、ここに構成作家。構成作家。いいおっさんが。構成作家。男。いいおっさん。男。ねえ。なんか私見られると私も困っちゃう。じゃあね、前者しますさんからもいただいてますよ。もうすでに言え、それがセリフですけどね。あ、そうだね。はい、でもこの方のお気に入りのセリフは、何？答えは全部いい絵です。いいセリフですよね。いいね。これ私も好き。真髄ですよね。真髄、はい。答えは全部いい絵です。いいね、いいね。こういう時に、そのアニメ もう初期ですよね。第一期の初期の頃ですけど、ね、ちょっとね、微笑んでるところがいいんですよね。なんかはにかんでるというか。ふわっとしてるよね。ふわっとしてる感じが。そう、慎み深い感じがするの。そうそうそう。うん、彼基本慎み深い。慎み深いからね。うん、はい。じゃあね。まだあんの？じゃあもう一個だけ。もう一個。もう一個ちょっとテンションと違うのいくね。何？こたつとみかん大好きさんからです。俺も好きです。私も。どうかしめさばだけは。あ、それ、マックス困ってる時のやつですね。そうですね。俺もそれセリフが。ワールドシリーズ26話。うん。そのセリフが来て初めて、あ、この人、しめさばすげえ好きだったんだ。ね、知らなかった、私も。知らなかったですけどね。好き？しめさば。大好き。あ、そう。はい。私、それほどでも。なんじゃ、なんで振ったんですか？セリフお願いします。なんだっけ？どうかしめさばだけは。どうかしめさばだけはありがとうございました、はい。ちょっと満足していただけたのではないでしょうか。何この、このコーナー毎週ないでしょ、絶対。ないですね。今回だけです。階段行きプレゼンツのコーナーになっちゃった。いや、ちょっと あんま困ってくれなかったなと思って。でもまあ、聞いていただけてよかった。リスナーさんは嬉しかったかなって。まあ、いろんな意味で困ってますけどね。そうですか。はい、じゃあもう一枚読むね。まだあんの？ラジオネーム。日本さん大好きです。高橋さんも、もちろん大好きです。もさんからです。その、付け足し大丈夫。ありがとうね。いや、もって書いてあるんだもん。そのまま、お名前ですから、お名前ですから。はい。私はヘタリアの中で、日本さんが一番好きです。ありがとう。大好きです。困っちゃう。マジで結婚してほしいくらい好きです。うん。高橋さんは、日本に生まれてよかった、と思うことってありますか？は。私は、日本に生まれたおかげでヘタリアにも出会えて本当によかったと思っています。僕もヘタリアに出会えて本当によかったと思っています。そうだね。日本が会ってくれたから、日本さんになれたしね。そうですね。でも、世界中どこにいても、ヘタリアには巡り会ってくださってるんですよ。そうなんですよね。はい。結構海外の方からもメールをいただいたりとか。本当ですね。本当に愛していただいてっていう感じですけど。やっぱ日本に生まれてよかったって、食い物ですね。やっぱり？うん。一時期すごい卵かけご飯とかハマってたもんね。一時期じゃなくて今も好きですけどね。基本的には日本の調味料の中で、最高の発明品だなと思うのは、醤油。ああ、びっくりした。卵っていうのかと思って、お前、それは調味料じゃねえぞって言うかと思った。卵もそうなんですけど、醤油の存在。醤油はすごいね。麹を使った調味料の存在と、あと生食の文化。うん、生食ね。うん。うん。そうだよね。はい。酵素取れますし、ね。この二つがなければ、卵かけご飯できませんので。うん。でも漬物もすごいと思います。発酵っていうこと。発酵ね。うん、だから、まあ醤油は、そうですけど、うんうん、発酵させるってすごいね。発酵させるって誰が考えたんですかね。納豆とかね。だってさ、初めて発酵したものを食べた世界で、うん、ね、うん、人類史上初めて発酵食品を食べたのって、うん、多分あれまぐれっていうか偶然じゃないですか。うん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 、あちょっとなんかこれ酸っぱい匂いしてるけど。そうそうそう。ヨーグルトとかね。ね。ちょっとあそこのちょっとふわっとしたところに牛乳を置いといたらこんなになっちゃったよみたいなところ。ふわっとしたところに置いといたの？そう、ふわっとしたところにね。置いとくとなっちゃうからね。うん、そういうとこからですよね。それまでだって。だから、納豆を初めて食べた人の勇気ね。ねえ。うん。生子を初めて食べた人の勇気ね。ああ、それは、その勇気を持たなくても。生子うまいんすよ。コリコリ。サンバイズで締めて、コリコリして。あ、そういうサンバイズで締めたりするの好きなんだね。大好き。ね、でもその醤油のうまさに関してなんだけど、醤油のうまさすごいじゃん。うん、で、醤油私無敵かと思ってたんだよ。なんだい？でも、やっぱ醤油も、うん、賞味期限内なり、保管がきちんとしてないとダメね。ダメね。うん。この間ね、一回作って美味しかったレシピを作ったんだけど、うん、なんだろう、微妙に美味しくなかったの。うん、なんかこう、
箸が止まる感じ？あ、はい、箸が進むの逆、うん、箸が戻る感じ戻る感じ、うん、うわっつって、あーっつって、何が同じものしか入れてないのに、なるほど、醤油が古かったのね。そうね、あるある、うん、で醤油買い替えて、うん、もう一回同じように作ったら、うん、超うまかった大事ね、醤油保存。だからさ、今さ、うん、そう、いつでも新鮮、最後の一滴まで新鮮みたいにさ、あるじゃないですか。はいはいはい、あれもう本当ありがたい、ありがたいね、パッケージだから、うん、日本の素敵なところってパッケージングとかもさ、うん、そうね、あの大雑把じゃないよね、本当繊細なの、繊細、うん、あのだいたい輸入物とかの美味しい食材とか買っても、うん、あのそれはそれで好きなんだけど、うん、まあ、キャップがちょっとね、わかるわかる。おおらかだったりする。おおらかですね。時あるけど、ね、うん、いや、日本のパッケージングの技術っていうのは本当素晴らしいと思いますね。線を一回逆に回すと開いて、ゴミが出ずにそのまま使い切れるっていう。うん、とかね。ね、よく考えるよね、みたいな。垂れずにとかね。はい。はい。やっぱり日本っていい国なんだなという。そうですね。細やかなね。細やかな。うん、はい、いい国だと思います。はい。はい、ということで、いろいろメールありがとうございました。はい、以上、世界のパソコンからのコーナーでした。各パーソナリティへのメールどんどんお送りくださいね。お待ちしております。ヘタリラ、ザ・ビューティフルワールド、全書します。ヘタリラ万博。はい、日本、何してるある？あ、中国さん。我が国が1950年代に発明したインスタントラーメンを作っているんです。よろしかったら、一緒に召し上がりませんか？ひたたくある！ぜひぜひ食べていってください。インスタントラーメンある。中国さんは何ラーメンがお好きですか？あ、中国のラーメンで、ね、でも今日今ここにたくさんある中だったら、このチキンラーメンの麺の細いのが食べてみたい。ある。チキンラーメンは他の麺よりも麺が細いんですか？そんな気がしない。あるか。日本は何を食べる。ある。私はやはり日本の心、緑のたぬき、天そばでいただきたいと思います。ラーメンじゃねえ。ある。インスタント麺です。あー、ラーメンとほぼ同じ。いや、チキンラーメンは何かすごいあるかっていうと、何ですか？もう何にもしないでこのままお湯を入れればいい。ある。あ、そうですね。画期的。ある。画期的ですね、うん、今ティファールがお湯を沸かしてる。ある。ティファールがあのもう一息で沸騰します。もう商品名ガンガン出てる。ある。電気ポットが、電気ポットが、電気式ポットが。でも遅い。ある。緑のたぬきの話とかチキンラーメンの話してる。ある。しかしこのスタンバイで商品名を言わずに回せるはずがないじゃないですか。そうある。もう入れていい。ある。そうですね。パン、もうすぐパンって言うとこある。パンって言うまで待ちますか？あ、いいよ。あ、その間にじゃあインスタントラーメンの話を教えて。あ、回していただいちゃう。じゃあ欲しいある、うん、そうですか。我が国が誇ります年代インスタントラーメン、どういう歴史があるかと言いますと1955年に松田産業という会社、これ実は現在のおやつカンパニーでございますな。歌いそうになった。大丈夫です。おやつカンパニーが味付け中華麺を即席麺製品として開発をいたしました。これがですね、まあいわゆるインスタント麺のあれですね、あけぼのでございますな。はい。あ、ただしこれあまり売れませんで、はあ、それを細かく砕かれたものがベビーラーメンとして発売されることとなりました。だから今おやつカンパニーになった。ある。そうですね、最初だから、うん、お湯沸いてある。パンパンって言ったティファールが沸きましたので、はい、じゃあお湯を進みましょう。入れてほしい。ある。あの緑のタイプの場合、あるつければ中国さんだろうみたいな、この開き直り感。僕もあの無駄に敬語を言っとけば、あ、無駄にだった。無駄にじゃないよ。多めに敬語をつけておけば大丈夫なのかしらとか思ってみたいとかしております。お湯が入ります。お湯が入ります。あのちゃんときっちり線まで入れてくださいね。そうなの？私今度飲みきれないよ。はい、このですね、緑の。3分だ。俺に緑のタヌキの話をさせろ。あ、だからさん。私は、はい、私は今、うちの構成作家さんが、お湯を注いだ注ぎ方に、文句があります、うん。どうしましたか？私は、緑のたぬきは、天ぷらの上からはお湯をかけない派。ああ、これね、あの、麺のところにお湯を入れて、最近の天ぷらって後乗せになりましたけど、後乗せになったのね。今、こちらの目の前にあるタイプは、あの、最初から乗せ。タイプですよね。なんですね。うん、でもこれはね、うん、いろいろ個人によっとって、趣味の分かれるところなんですよ。うん、あ、そうなの？うん、つゆしみしみ派がいいっていう人もいらっしゃって、ね、しっかりふやかして、ボロボロになったやつを、麺と一緒に食うっていう、食うだけっぽい、いただくっていう、そういうのが好きっていうタイプの方もいらっしゃいました。私、揚げ玉っぽくなる。あるね。揚げ玉。揚げ玉。あの、たぬきそばに近くなる。たぬきそばに近くなる。はい、いけね、3分半。天そばじゃなくて。はい。うん、そうなの。そうなの、私じゃない。そうあるか。多分ね、今ね、ええ、
40票くらいだと思われる。なるほど。入れてから。へえ、うん。で、その後ですね、1958年に日清食品が。はあ、い、チキンラーメン。そうですね、うん。これがまあ、インスタントラーメンの夜明けでしょうな。多分。なるほど。あ、うん、ただですね、中国では、清の時代に。何ですか ?1644年から1911年という。広い。なので、その時代ってことは1953年より全然前ですね。本当ですね。イーフヌードルズがありました。あれ、お珍しい。で、これは一度茹でてから油で揚げるという製法で、あれ完全に食べるときに茹でね、ああ、完全に。だから、インスタントじゃないです。え、どう？ん？インスタント。フライ麺という製法で作り置きができ、いつでも手早く食べられるという点では、まあ、発想的には近いですけど、だってカップラーメン、即席ラーメンはフライ麺ですよ。揚げ麺。今でこそノンフライ製法できましたけど。そうだ。一周してね、ノンフライになりましたけど。一周してまたなってきてますけどね。うん、そっちの方がやっぱいいやみたいな話。イーフ、まあそうだよね。うん、麺物は中国さんは、あ、もうぼちぼちいいんじゃないですか。ぼちぼちですか、うん、僕の時計ではまだ、まあ、私の時計ではまだ2分経ってないんですけど。私の時計では、はい、私の時計は多分これ入れた後に押したんですけど、2分。20秒になってますか。20秒。あ、ちょっと固めが好きなんですね。そう、もちろんですよ。僕もちょっとそれ。私だって俺の塩なんか。俺の塩。もう入れたら、ええ、もうすぐ開けますもん。僕はね、袋麺を煮るときは、だいたいほぐれたら終わりですね。はい、すいません。ほぐれたら終わりだよね。私もそうだよ。うん、ちょっと、だってその後トッピングとかしたら捨てる。あ、ダメだ、まだ天ぷらがしみしみになってない。私ね、今完璧。箸応えがすごいことになってる。いただいていいですか。どうぞ召し上がれ。え、これズズズって言っていいの。いいんじゃないですか。口でやるな。せっかく物があるんだから。口真似しなくても大丈夫。本物があるんですか。なんてなんか、私前怒られたことあるんだよね。なんでラジオで物食べすぎって。もうね、ラジオで酒飲みすぎって怒られたことある。それ一緒の時じゃなくて？え、うん、あのね、他でもやってたの？時期的にそんなのばっかりだった時期があったんですよ。あー、なるほどね。はい、どうぞどうぞ。いかがですか？おいしいやっぱ王道ですからね。日本のラーメン最高。チキンラーメン王道ですからね。チキンラーメンってなんで無駄がない。隙がない。隙がない。完璧だね。これね、緑のタヌキの素晴らしいところは、やっぱり僕は、うん、天ぷらしみしみ派なんですよ。でもわかる。うん。うん。この天ぷらしみしみのところと、うん、麺を一緒にすすった時のこの甲骨感。うん、うん。美味しそう。美味しそう、美味しそう、美味しそう、美味しそう。うん、美味しいよね。ちょっと天ぷらの中に、うん、青のり風味の部分とかあったりとか。あるね、あるね。うん、あと、エビのね。エビ風味の部分とか。うんうんうん。で、風味なだけでさ、それ全部揚げ玉なわけでしょ、うん、要は。そうですね。揚げてない、揚げてない。味付きの揚げ玉です。うん、揚げ玉っていうのは、天かすというか。ね。うん。そうなんですよ。あ、うわぁ、すごい、今、原稿がびちょびちょになっちゃった。飛ぶねラーメン。ちょっと遠慮してくださいね。はい。あんまりズビズビすると、そうでしょ、スタジオ中が、本当だよ。だしの味、だしの香りがしてしまうか。これごめんなさい。このコーナーどういう趣旨だっけ？いいのこれ食べてて。食べるだけです。美味しくいただけばいいの？なんとか。食べながら台本に。食べながら台本に。俺もっと語りたいうんちくあったんだけどな、ラーメン。へー、うん、ここは編集してもらってもいいのかな？そう、ピロリロリンって時間経過すればいいじゃないですか。じゃあ、一応。そうじゃん、チキンラーメンが。一応作家さんの指示なんで戻ります。そういえば、つい先日、2月11日は、私誕生日だったんです。はぁ、あ生日快乐、誕生日おめでとうある。で、今年でいくつになったあるか。2673歳です。随分年寄りあるな。ジョークさんには負けますよ。ひどい。ヘタリラ。世界の歩き方。はい、こちらのコーナーはですね、海外旅行に行った時の思い出や各国の豆知識などを募集しておりまして、それを紹介するコーナーです。はい、今回は日本の特集です。各地にね、行った時の思い出、うんうん、日本はいっぱいありそうですけどもね。本当だね、はい、毎日暮らしていることがっていう人多いですからね。はい、こちらですね、以前のラジオにもですね、たくさんメールが届いておりまして、はい、そういうのも含めてってことかな、紹介したいというふうに思っております。はいはい、早速行きましょう。まず最初はラジオネームミミコさんかな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。突然ですが、私の彼氏はドイツ人です。いやそして私たちはアメリカに住んでいます。
大学にはアメリカ人はもちろんラテンの人がたくさんいます、はい、アメリカ人やラテン人の恋人たちのイチャつきっぷりは半端ないです。確かにね。教室には、うん、No kiss! No hug! と書かれたポスターが貼ってありハグはいいんじゃないか教室ですよ。だって教室、まあ、どういるんでしょうね。続きをね、キスとかハグがね、うん、はい、ポスターが貼ってあり、もう授業中イチャイチャすんなと促されているほどです。おお、そう。はい。いや、うん。放っておけば彼氏の膝の上で授業を受けたり、キスをしたり、ところ構わず濃厚な二人の世界を作る中、私とドイツ人の彼は淡白です。淡白普通って言うんだね。いや、自分たちは淡白だという認識はないのですが、はい、授業中にスキンシップをしないし、うん、人前でベタベタしないので、大人だね。ドライなカップルだな、と思われ、うんうんうん、もうすぐ別れるぜ、とまで噂されています。しかし、やはり人前でイチャイチャはできません。それが所詮、ドイツ人と日本人なんです、多分。ちょっとネガティブ入っちゃった。ネガティブ入っちゃいましたけどね。いやいや、でもこれ、誇りにも思ってらっしゃると思います。そうですよ。慎み深い。慎み深いのですよ。国民性ですよ。ね、でも全然別にハグしてもいいじゃないですかね。いいじゃん。いいじゃん、いいですか。学生時代、全然、俺だってよ。うん、ちょっと、別に友達同士でだよ。イエス、イエスキス、イエスオッケーだったんですか？イエスオッケーじゃない、イエスハグだったんですか？イエスキス、イエスハグでしたね。へぇ、あの、なんか別に肩抱き合いながら、うん、授業を攻撃、あの、ほら、演劇家だったから。はぁ、演劇家だったからって、演劇家のイメージよくわかんないけど。よくわかんないけど。全然スキンシップオッケーでしたけど。あ、そうだったんだ。うん、あ、俺、大学行ってねえからわかんねえだな、きっと。いや、高校。高校いやいや、嘘嘘。私のは大学の話ですけど。うん、いや、別に。のにね、そうなんだ。あ、でも日本はないよね。だ電車の中とか。そうそうそう。電車の中にはちょっと張りたい時あるね。あんた電車の中ダメなのかよ。ダメじゃないんだけど、様子によるかな。様子か。うん。わかるわかる。それはっていう。そこまでちょっとね、声大きくなってきてるよ、君たち。とかね。すげえがある。声？うん。へぇ。はい。もう聞くに耐えないなんか会話とかを、本当に二人の世界を。作ってらっしゃる二人とかいらっしゃるんですか。え、それ面白いじゃん。声でかいならいいよ。なんか喋っての聞いてたらネタになるから。そう。うん。でもいたたまれない気持ちになるじゃん、そういう時。うん、そう、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんだよね。もうあの距離の問題かな。距離感だね。今言ったのは、うん、すげえ隣だったから。ああ。あ、もう彼らの中にひろきくんがいなかったんだね。そうそう、うん、ひろきくんどころかもう電車の乗客全員いなかったくらいの。もう電車が自分家だったんだね。みたいなね、ところになってたんだね。そうね、公共の場所っていうのはね、ありますね、特にね。日本人なんですからマナーをしっかり守ります。はい、次のメールです。はい。ラジオネーム、紫さん。うん。私は今、ありがとうございます。うん、だって。私は今、フランスにいるのですが、はい。スーパーで、ポッキーを見かけました。しかし名前が不思議で、うん。ミカードとなっていて、しかもこのミカードシリーズ、ホワイトチョコだけ、なぜか、ゼンというサブネーム付き。日本でもなんでこの単語をチョイスしたのと不思議になるネーミングはありますが、海外でも同じなんですね、っていうことでございます。ああ、ね、でも、わかる。あ、今パッケージの写真を見てるんですけど、はい、フランスで売られてるポッキーは、はい、ミカドという名前になってる。でもわかるよ、なんかグリコミカド、なんていうの、海外の方が、うん、みんな日本の単語だって知ってて、うんうん、だからあ、この商品は日本のなんだなって分かって、そういうことですよね、うん、あとホワイトチョコだけちょっと違うんだったら、うんうん、あ、本当だ、ホワイトチョコは全、全でもミカドと全然特にちょっとおかしい、繋がりないけどね、うんうんうん、なんかミカドとミコとかだったら。ミコ。わかんない。ミコか。なんか、ミカドとシロとか。そうね。キサキとかね。あ、いや、なるほどね。うん。そうだね。急に禅、でも。急に禅。禅とかは、ね。禅もなんか世界的なワードですからね。そうだね。うん。うん、その、宗教観というかさ。あるね。うん、なんかこう、日本のそういう、こう、精神的なこう文化みたいなのってね。でも素敵、パッケージ。かっこいい。禅かっこいい、うん。かっこいい。うん。うん。ちょっとオシャレ。そうね。そう。ミカドいいよ。日の丸的ななんかデザインね。そうだ、これ日の丸だ。うん。日の丸になっております。いいですな。うん、さすがグリコさん。もう一つ言いましょうかね。はい、ラジオネーム、咳をすると背中が痛むさん。大丈夫？肋骨ね、ちょっともしかして響いてるかもしれない。そうね、うん、あの、肋間神経痛とかかもしれないから。あ、そっかそっか。はい、うん、日本人が外国の方々にどう見られているのか、うん、授業で先生に教えてもらって面白かったのでメールします。はい。はい。どんな授業だったんでしょうね。ね。先生がアメリカ旅行に行った際、日本人の団体で観光用のバスに乗った時、運転手さんが、うん、やった、今日は日本人のお客で嬉しいと喜びました。お、うまい、うん、あ、違った。この素敵な話なのにうまい。そういうことかもしれないですけどもね。でも先生は不思議に思いました。ね、で、聞いてみました。うん、運転手さんに。いや、日本人はバスの中にお菓子のクズをこぼさないし、ゴミもきちんとまとめて持って帰ってくれるので、使用後の掃除が本当に楽なんだ、ということなのだそうです。あ、
嬉しい、はい、これ。そこで先生、うん、日本人はゴミを持ち帰ることが普通のこととして育てられているので、特別なことでないような気がしますが、これが実は大切なことなんですよ、うん、と話の締めに言っておりました。普通に礼儀正しくできるいい国であり続けたいなと思う話でした。すごくいい話ですね。いい話じゃないですか。いい先生ですね。そして、ね、なんか上から、うん、いいか、ゴミは持って帰れよって言わないで、うんうんうん、いいか、海外ではこういう風に見てくれてるんだぞ、嬉しいなって、ね。これは日本の恥の文化もこう、うまく利用した、利用したっていうか。なんで私たちいい話をちょっと嫌な感じにしちゃうの？ねえ。照れくさいんですよね。そうそうそう。いい話をいいようにするのが。そうそう。でもちょっとなんかね、挟まれるといけないのかなって。いけないのかなって。脅迫観念があるんですね。ちょっと落とさないとな、みたいな。いや、ね、これはかけ根なしのいいお話ですね。いい話ですよ、ね。すごく素晴らしい教育だなと思います。はい。ということで、はい、やはり日本っていい国なんだなと。いうお話でした。はい。はい、以上、世界の歩き方、日本特集でした。海外体験や各国の豆知識など投稿をお待ちしております。さて、ヘタリラ・ザ・ビューティフル・ワールド日本編その1はもうお別れの時間となってしまいました。さあ、ここで番組からのお知らせです。アニメヘタリア・ザ・ビューティフル・ワールドが好評配信中。アニメイト TV と携帯サイトモバイルアニメイトにて毎週金曜16時より、ニコニコ動画にて毎週月曜21時より配信中。詳しくは各サイトで確認してください。そして主題歌マキシシングル「回る地球ロンド」が2月27日発売です。キラキラ感が増しながらもどこか懐かしい、そんな感覚に包まれる主題歌、歌うのはもちろんヘタリアです。その他ヘタリアに関する情報は公式ホームページヘタリア .com にお願いします。ヘタリラ・ザ・ビューティフル・ワールドでは皆さんからのメールを募集しております。各パーソナリティへのメッセージや各国の名言、ことわざ、ジョーク、海外旅行、海外生活の体験談、各国の豆知識など、メールフォームからどんどんお送りください。ヘタリラ・ザ・ビューティフル・ワールドは、アニメイト TV で各週金曜日更新。次回の更新は3月1日になります。次回のメインパーソナリティは？はい、私、カイタユキでお送りします。お楽しみに。はい、ということで、はい、第1話、これで終了なんですけれどもね。はい。はい、久しぶりでしたけども。結構、時間通りのね、うん、無茶をしない感じで。そうね。はい。でも、前回やってた第1期というか、の時よりはボリューム豊富で。なんかね、ゆったりお話できましたね。そうですね。はい。はい、でも次回もね。次回もね。またお話できるということで。あ、ゲスト僕っていうことですね。あ、違うの？わかんない。それは一応、メインパーソナリティだけし今紹介しております。さあ、ゲストは誰かな？なんつって。誰だろう？予想もつかない、うん。楽しみですね。本当だね。はい、ということで、今回のお相手は、日本役の高橋ひろきと、中国役の海外行きでした。それでは皆さんごきげんよう。再见。